はい、はい、引き続き、やってまいりました。というかね、はい、待たせたくなかったんで、すぐ始めました。ということで、いきますか。はい。先ほどね、見られてた方、今3人中3人って書いてあるんで、全員来ているのではないかなと思います。はい。あ、5人、ありがとうございます。いきましょう。来てる。わだつみ降臨。覚醒スキル無効。じゃあ行きましょうか。地獄級で、地獄級で行きたいと思います。じゃあ挑戦。あ、ダメだ。フレンド出ちゃうんで一回で画面切ります。一回僕の方で画面切れるんで、こうやって画面切ってからのちょっとフレンド選んでの、はい、大丈夫だ。これで戻す。はいはい。ということで、このパーティーでね、行きたいと思います。初見です、完全に。完全に僕も情報見ておりません。行きます。おー、なんか、後ろ違う。1111。てか、色ねえ。色がねえ。マジかよ。色ねえのかよ。三色ダンジョンじゃねえんだよ、ここ。これ一発で死ぬかな。しながら行きますか。で、今回は4色あると。いきます。いや、考えます。考えます。いやー、緊張する。いきます。あれ、4色組めてないやんけ。いや、ちょっと待って、死んだ。死んだんじゃね？あっぶねえ。なんだよ、危ない。ほんと危ねえ。でも多分次4色決めなかったら死にますね、確実に。火作って、だから、ちょっと待って。水作って、火ここ作って、火どこ作る？とりあえず4色。いい感じにあれですね、スキルダメできてますね。あ、ということでこのフロアは突破と。お、ヒーリバイヤさん。あ、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。木のリバイヤさんって、ターン5ってことはこれ多分一発で死ぬな、絶対。一発で死ぬな。で、液棚があと6ターン。あれ、なっけ、え、4ターンしか取ってないの？ 4 ターンしか稼いでないか。もうちょいターン稼いといてよかった。でも4色しかないからな。あ、コインありがとうございます。行きます。闇落ちてこい。闇底に落ちてこい。あー、ダメか。
まあ、そんなね、無理だろうな。意外とこいつ柔らかい。え、でも全力でいきます。ちょっと僕、初見でね、めっちゃ怖いんで。作るの大変だなぁ。これ木作るの大変だな。できます。あー、やばいやばい、これやばい、これやばい、やっちゃった。スキルダメしてるわけじゃない。でもこれね、多分今ね、普通に殴った感じで結構ね、HP ありそうなんですよね。ここで、ね、倒さないとやばいっすよね。ドナがたまんないからな、これ使えないんだよな。いきます。5色来たで。で、普通にこれで4色決めちゃえば多分倒せるんじゃないですかね。多分いける、いける、俺ならいける、やれる、絶対やれる。これ初見のコンして、本当に初めてね、俺、やりたい。マジ初見のコンしたい。ちょっとすいません、ちょっと長考します、ちょっと。ちょっとマジで長考します、本当に。2ターンあるけど。そうだ、考えてみる、2ターンあんだ。2ターンあるから、1ターンを気楽な気持ちでやればいいのか。1ターンを気楽な気持ちでやって、で、それでいけばいいのかな。そうしよう。一旦気楽な気持ちでやるっていう案で、ちょっと行ってみます。じゃあ行きます。まあ、全力で倒しに行きます。はい、ミスったー。で、ここでミスるとゲームオーバーだと思うから、これ本当に大事な局面だよな、本当に。これ、入り組みすぎやろ、いろいろと。なあ、ほんとに。よし、勝った。これでどうだ。よっしゃー !25 倍いったで、いったで。おっしゃー !2 フロア目突破。うわ、お邪魔か。立ち悪いなぁ。4色ないし、これで。4色消えたし。うわぁ。しかもこれって、確かあれですよね。あれですよね。なんか見たことあんなぁと思ったんですよね。この3体を。なんか、同じダンジョンで。あれですよね。三蔵法師降臨でもこの3体出てきた気がするんすよね。だから、同じ攻撃してくるとしたら、結構やばいっすよ。本当結構やばいっすよ、ほんとに。とりあえず3色消した上で落ち込ん狙います、とりあえず。おっしゃ、来た来た。
ひろさん使えた。ああ、はい、もう、行ってらっしゃったんですね。あれ。情報ありがとうございます。すーごい、今の。闇降ってきた。うわぁ、感動、自分で。で、まあ、多分。てかね、ここで多分スキルダメしなきゃいけないと思うんで、ちょっと一回スキルダメしまーす。あ、なんで消せなかった。私超地獄、マジっすか。お疲れ様です。あ、情報リークダメっすよ。初見濃厚、あくまでも僕が狙うのは初見濃厚なんで、はい、僕が狙うのは初見濃厚なんで、情報漏れはちょっとやめてくださいね。どうしようかなー。まあ普通に行くか。おっしゃー、俺こいつほんと欲しかったんだよな。海幸山幸10ターン内だね。何属性吸収、あ、見ればいいのか。火属性吸収かな。火属性吸収かで、ちょうど気ドロップめっちゃあるし、ほんとにしょうない、行くしかない。これは4色決めます。おお、ハートドロップ消された。今度お邪魔ドロップですね。で、しかも4色ないし。じゃあお邪魔ドロップと回復ドロップを消します。じゃあかな、これは。交互にお邪魔だと水ドロップを接種してくれるんですかね、多分。優しいっすね。ラースゴゴットがあと7ターン。で、ここが今階級4だから、ついでにスキル確認オンにしておきますか。ですね、全員、ラースゴゴット以外は全員使える状況ですね。どうしようかな、全力コンボ組む気あんのかな、これ。いや、火が遠いからな。5色。あー、キーにコンボ作っちゃったから超回復しちゃうじゃん。どう、邪魔先生と。うわ、回復ドロップ消された。痛い。これはね、多分あんま刺激しない方がいい気がする。ちょっと大きいの来ないで、大きいの来ないで。うわー、最悪だー。
もう一回チャレンジしまーす。もう一回一からチャレンジしまーす。申し訳ないです。ちなみに今多分1万3000ぐらいの攻撃来ましたね、本当に。サクサクとね、さっき言ったところまで行きましょうか。ちょっとすいません。で、今回ドロップケースないから、サクサクと行きまーす。超地獄行けたのがすごいな。あ、おいしい。引きだめしますか？ちょっと早すぎますからね。はい、ということで、ここはクリアと。で、確かここも、あー、ちょっとお邪魔ドロップめっちゃ作られてんだ。で、確かここね、4色、3色しかないから。マジかよ、ここからやばいんじゃんの？うきっつ。ラーでいけるっぽい。まあパズル力ある人はいけるんじゃないですかね、多分。僕無理です。僕は無理です。これ侵略性わかった。ここでね、あー、マジやだ。スタミナ33はもったいないんで、ちょっとごめんなさい。なんか違うダンジョンちょっとね、パーって周回しちゃって、で、スタミナ回復してもう一回行きたいなと思うんで、ちょっとすいません。これで魔法石手に入るんで、ちょっと待って、しばしお付き合いお願いします。申し訳ないです、本当に。先やっとけよって話なんですけどね、本当。やっぱ初見の方落ち着いた。you
探知の光？有料？どういうことだ？はい、じゃすいません。お待たせしました。これでもホッキー1個手に入るんで、とりあえずこれでコンティニューしていきたいと思います。はい。はい、カツリアでーす。宝石1個。みんなでガチャワンチャンやろう。おー、いいですね。ただ、まあ、まずクリアさせてください。地獄級を。スタミナ回復で、297のホルス貸してもらいの。じゃあ、パーティーは変更なしでこれでいきます。いけるやろ挑戦。あそこでね、エキドナ使えばいいんですよ、要は。敵だなぁと。20いけたんじゃねえや。もう、わけわかんないこと言ってる。バトル2で、とりあえず、これで、こいつを倒せば、一段残しで倒せば、次のバトルでは、エキドナ使えるから、とりあえず大丈夫なのかな？落ち、落ちてこないよねー。あー、ダメ、こんな降ってきちゃダメー。こんな降ってきちゃったらワンパンしちゃう。あー。あー、マジかー。これもう、確実にファイアバインされて終わっちゃうよ、これ。おっしゃー！しかもプラス、来た！完全落ち込ん。お邪魔ドロップ全消しまーす。え？青電ヒーター？いらん。マジで欲しいっすよ、僕が欲しいぐらいです、ほんとに。いいなぁ、青電。俺らで楽しいことやってんなぁ、ほんと。俺、マジで欲しい。いらないとか言ってみたいっすわ、僕も。
この先ってなんか何出るかわかんないんだよな。なるほど。逆に、あ、回避ドロップなかったらお邪魔ドロップに変えちゃうよっていうパターン。俺このままだとバシ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 やられて死んじゃうんで、エギラナ使います。威嚇発動。で、とりあえずお邪魔はね全部消します。あ、もったいないことしたー。マジもったいないことした。先生来んな、先生来んな。99%。これー、キロがここで使いたかったなー。しょうがない。1コンボでどれだけ回復するか。おお、ワンパン。4コンボ1個吸収。来なかったんすね。あ、闇吸収か。闇吸収、光吸収来なかったんすね。もう来ると踏んでたんすけど。木がすごいな、ほんとに。いきます。あ、ミスった。6点。できますか。意外と優しい。焦るよね。確かに。焦も、あ、うん、意外とね。あー、さっきの精霊はね、優しかったですね。できまーす。鉄壁の構え。発動。まあ、これで5ターン半減と。一応言っときますか。ギガグラビティ。発動。ね、ラストオゴットがあと7ターンかかると。あ、闇作ってない。もったいない。あ、そんな硬くない。なんやねん、これ。なんや、これ、めっちゃ見づらい。全消しした方がいいな、これ。めっちゃ全消ししたい。スタミナ回復待ちな。あー、そうなんすか。へぇ。ね、結構ね、僕も放送のために魔法石を使いましたので、これ全消ししたいなぁ。いや、もう全消しとか言ってる時点で多分もう甘えっていうかね、無理。普通にやります。
あ、そんな辛くない攻撃が半減じゃ、半減してなかったですね。頑張れ、ありがとうございます。声援、あったかい声援ね、本当にありがとうございます。でももうラストパズルじゃないですか？いきますよ。ドロップ強化費、発動。はい、はい。この後クリアしたらね、超地獄系も行きたいなと思ってるんですけど、多分無理っすね。僕、地獄系でこんなに手こずってるんで。でも行きたいと思います。はい。行きます。え？あー、そうだ、4コンボ以上。やっちゃったー。そうだ、忘れてたー。めっちゃ回復させちゃった。しかもめっちゃハートドロップ多い。いきます。ちょっと待ってください。すいません。あ、行きます。すいません。お待たせしました。行きます。半減してなかった。死んでたな、ほんと。これ多分5色決めれば倒せます。多分もうほんとこれギリギリな戦い、ほんとに胃に悪い。ほんとにこれ、あ、ちなみにこの放送延長しております。はい、僕今気づいたら34分なんで。光遠いなぁ。ありがとうございます。声援ありがとうございます、本当に。光下で作った方がいいのかな？光下で作ろう。うん。光は下で作った方が良さそうな気がする。いきます。泣いても笑っても多分これがラストパズルになるでしょう。いきます。あー、ミスったマジかの挑戦なんすかね、これ。もう何度目の挑戦になるんすかね。もうこれ申し訳ないです。本当にクリアするまでちょっと頑張っていきたいと思うんですけど、またドロップ欠損してますね。はい、もう大丈夫です。情報さえ分かっちゃえば、もうあそこまで行くのは簡単っすよ。すいません、本当に。すぐ行きます、もう、あそこまで。
いいですね、ブラスの音。やばい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 、これ死んだんじゃね？これでね、クリアできるかすごく怪しくなってきました。これは何度目の挑戦なんやっていう話ですよね。見てる方本当に申し訳ないです、マジで。いや、クリアしたいです、本当に。もう本当に付き合ってもらって本当に申し訳ないです、マジで。こんなね、不甲斐ない戦いを見せて、本当に申し訳ないです。よっしゃ、見届けるよ、ありがとうございます、本当に。ちょっと待って、今触ってないのに。一旦無駄にした。よっしゃ、これでいった。よし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 、ないやつ。4色ない。やっと4色きた。
パンパン。てかね、デュースいらなかった気がする。うん、99%。根性だ。そうだ。大丈夫かな？ああ、なるほど。こういう攻撃が来たわけか。本来ならば。それほどちゃんとね、パズルをね、考えないとね、まずいっすよね。おっしゃー！行け！いきます。ギガグラビティ発動で、とりあえずスサノオから発動しておきます。今思ったら攻撃耐性持ってきた方が良かった。よし、ラストボット。26万。あ、もうちょい。液体の一角。そして、ドロップ強化火。で、多分倒せる。いける。俺ならいける。いきます。あ、やばい。なにこういう時決められないんだ。あ、やばい。3ターン無駄にした。とりあえず4色は決めたけどどうなる？おっしゃー！やったー！
ふぅ。あ、宝箱か。宝箱か。まあでも、いいでしょう。はい、ということで、わざつみ降臨の、地獄に、チャレンジしてまいりました。初見のコンではないんですけど、まあ、とりあえず初見で挑んでみて、まあ、こんな感じでした。はい。ものすごいね。まあ、難しい。で、サーティワンコラボも今日来てるんだ。そういえば。あ、今日31日か。マジか。行きたい。サーティワンコラボちょっと一回回って、そんでもう一回スタミナ回復して、みたいな。こともできますね。キッチじゃ落ちないな。なんか22ってすーげー中途半端。どうしようかな。超地獄行きます、とりあえず。記念受験的な感じで。行ってみます、全然いいっすよ。何なんだよな。22ってものすごく中途半端なの。行っちゃいます、じゃあ回復しちゃいます。いいっすよ別に。回復しちゃいますか。で、行きますか。あ、では変えます。パーティーを。ゼウスが、もういらないことが判明しました、僕は。よっぽどね、バルキリーの方が強い。バルキリーの方が強い。で、スサノオじゃなくて、僕、パールの方がいい気がする。水に変えられちゃうんだよね。やっぱ。枯渇すると嫌なんで。もうこれでいこうかなと思ってます。これでいきたいと思います。ちょっと、ね、パーティーちょっと変えて、これでいきたいと思います。ぶっちゃけなぁ、闇のモンスター相手いなかったから、ぶっちゃけこれじゃなくて、木のモンスターだったら何でもいいから、スサノオ入れてもいいんだよな。あ、でも、あれか、後半闇か。後半闇だったら光いるわ。いきます。超地獄級に挑戦します。ちなみに僕は超地獄級は、アテナとかゼウスとか、ぐらいですかね、濃厚できてるのは。それ以外は僕は濃厚できてないです。いきたいと思います。挑戦。ちょっと色はあると、色はあると、これね、多分無理だー。超地獄級難しいよ。超地獄級は難しいよ、やっぱり。あれ、闇消してなかった。無理でしたー。うわ、最悪。まあ、てな感じなんすけどね。結局、まあ、分かってたんすけど。最後ね、サーティワンコラボでも行って終わりますか。なんか。ね。じゃあね、僕の一番好きなティンニンでも行きますか。ティンニンで行きますか。はい。
じゃあ、行きましょう。てか、ラー入れた方がいい気がする。行きましょうか。これをやって、終わって、じゃあ、行きましょうか。実はね、僕ライダーがね、2体ほどいるんでスキルレベルも上げたいんですけどね、多分無理でしょう。無理っていうかね、ちょっとコツコツそれでやりたいなと思ってたんですけどね、ちょっとこの頃は。うわぁ、つらい。何、盤面緑に一色にされるんじゃない？あ、されないか。だけど、痛い。
うん、ありがとうございます。しっかり付き合っていただいてる方、本当に。さっきからね、僕無言で、ガン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 やっちゃってるんですけど。こんなんじゃ長いっすね。サクーッとクリアして。あ、でも、せっかくなんで、で、今石5個あるんですよ。なんで、ガチャ1回だけ引いちゃおうかなーって思って。ガチャ1回だけ引きます。まあでもね、これはこれで一発で終わっちゃうんでね。おっしゃー！パーフェクトのスキル上げー。やばいやばい、あと1分半で終わっちゃう。あと1分半で終わっちゃう。ということで、ゴッドフェスに参りたいと思います！イェイ！行っちゃうよ。回す。はい、もう決まったー。はい、もう決まったー。いや、一回だけなんでねー。もう今月は課金できないんで、もう。でも行きます。おっしゃ、金。おっしゃー、持ってない。やったね、フェス。ノコン、あ、ありがとうございます、ノコン。はい、フレイヤー、僕持ってなかったです。ゴイモンパーティーにね、行ったいですね。はい。いずれこいつも新しいキック進化来るんじゃないですかね、ほんとに。よっしゃ、一発でね、一発目、キーも、だいぶ美味しい。どこだ、フレイヤー。よし、僕今までね、こいつ使ってたんですよ。フレームアーチャー使ってたんで、やっとこいつから出場できます、本当に。やったね。ただ、引き上げができないけど、でもまあ、やっと、よかった。なんか、ね、ノーコンして。